小崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ今回、はい、はい、袴田さんに、はい、クエスチョンタイム。おー、なんだろう。じゃあ野手ね、はい、ピッチャー以外、はい、野手でやっぱ対戦するために、一軍で生き残っていくために、1億円もらうために、はい、一番大事なこと何ですかっていう。一番、はい、一番これも超もう無理、もうこれだけで逆にいいやろっていう。分かった。なんですか。強いメンタル。お、熱い気持ち。正解、正解。あ、分かった。まだ言おうとしちゃった。一個つってんの今。袴田さん、はい、正解です。あ、正解。それも大事。大事。よかった。全然頭になかったけど、はい、聞いてたら思ったっす、はい、正解。あ、本当これ正解じゃなかったんですか。でもね、小川さん、正解。お、やったー。ありがとうございました。いや、終わりかいって。え、なんで、考えた正解は何なんですか。あの、結局、はい、打つことです。あ、結局プロ野球選手で、はい、一番大事なの、野手はね、うん、打つこと以外、正直、はい、ないって言っても過言じゃない。でもあれですよね、よくこのチャンネルで、まあ、キャッチャーに関しても、うんうんうん、打たないといいキャッチャーじゃないよみたいなことも言ってますしね、うん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 、そうなんですよ、結局ね、守備がどうとか、うん、リードがどうとか、はい、普通のやつでもね、走塁とか球際とか、はい、言うじゃないですか、はい、結局、はい、打てばいいんですよ。お、結局ね、一番大事なのもうね、はい、子供の皆さん、はい、もしくはアマチュア指導者、うん、もしくは親御さん、はい、結局、うん、打てば全部許されるんですから。本当です。もう確かにそうですね。考えてみれば、もしじゃあエラーしました、うん、失点しちゃいました、うん、でも自分が打って逆転すれば何も言われないですね。そうなんですよ、うん、結局ね、はい、じゃあ守備がめっちゃいい、うん、でも守備がめちゃくちゃいい人っていうのは、うん、打てなかったら絶対叩かれるんですよ、うん、で足だけの場合も、うん、打てなかったり守備だけできなかったら叩かれるんですよ、はい、めっちゃ打ってたら、うん、守備結局そんな叩かれないんですよ。まあそうですね、もう目に見えて叩かれないです、うんうん、それのね、うん、一番的代表例は、うん、今年の、はい、西武の森っすよね、うん、よく取材とかでも聞かれたりとか、うん、いろんなコメント欄にもあったりとかいろんな話聞きますけど、はい、森選手のリード、キャッチング、スローイング、うん、守備今年どうですかみたいな、はい、だから僕はもう答え一つです、うん、ん、去年と一緒ですけど。はい、去年もパスボールも多かったし、うん、その別に去年より下手くそになってるわけじゃない、はい、けど劇的に上手くなってるわけでもない、うん、でも、まあ、リードも含めて、うん、僕が見てる感じは、うん、本人頑張ってると思うし、はい、いろんなことの不安もあるし、うん、その中ね乗り越えようとしてるっていうところは分かりますし、頑張ってる姿も分かりますけど、うん、必死さも出てるしね、うん、でもトータル的に客観的に見ると能力、守備、うん、別に今年著しく何かが下がったわけじゃないですよっていう、はい、一緒です、うん、一番の違い打ってないからそこが目に行くだけでしょっていう。あ、確かに。だからチーム防御率、うん、昨年も2年連続、うん、パ・リーグ最下位でしたし、はい、みたいな。10点取られても11点取る野球で2連覇してきて、はい、森も去年首位打者、うん、MVP 取って、うん、要は打ってたから、はい、守備は言われないだけなんですよ、うんうん、結局は。で打てなくなってるから守備にみんな行くだけで、はい、一緒です、うん、去年と、はい、別に下手でもなければ何かが著しく低下してるわけじゃないです、うん、一緒です、はい、ただ打たないから言われちゃう。打たないからそっちに目が向いちゃうというか。そうですそうです、うん、打ってるうちはねそこみんな見てみないし、勝ってるからハッピーで行くから、うん、見てもないし気にもしてないわけですよ、はい、だから言ってんですよ、打てば全部許されるんですよ。そうですね。で、あの今 DeNA のラミレス監督、はい、あのヤクルト、巨人、DeNA 選手として行きましたけど、はい、ラミレス監督の守備はお世辞でもうまいとは言えない、はい、正直ね、はい、でもめちゃくちゃ打つから、うん、誰も、うん、いやあんだけ打ってくれたら別に大し守備そんなうまくなくても全然許せる許せる、うん、そんな別にって、うん、そんなね何フライも取れないわけじゃないし、はい、あれで大丈夫大丈夫、あんだけ打ってくれたら全部許せますよが、うん、晩年になって、はい、DeNA 行って、はい、晩年だったらみんな落ちてくるじゃないですか。で成績下がってくると、はい、あの守備きついって言われたそうですよ、はい、いやいやいや一緒ですずっと守備は前から同じですね一緒です、はい、守備がきついのは今に始まったことがないです、はい、だから結局は、うん、打ってるからこの守備許せるかどう、打てることが大事なんですよ、うん、
これが下がるから許せないになるんですよ、はい、でも守備よくても打てないとここ許せないになるんですよ、うんうん、いやまあそうですよね。だって打ってくれてたらこの選手がいないと勝てないってなりますし、そうですそうです、もう出ることが当たり前ですし、うん、守備じゃなくてもバッティングの方にわー今日も打ってくれたっていうふうになりますもんね。そうそう、でねよく言うんですよ、はい、いやあの選手は、うん、守備が上手いから別に打てなくても必要だから出てますよって言うんですよ、うんうん、そこのポジションで誰も打たないからですそういうことか他に打つ選手がいないからかっていう、いやだって打つ選手がいなかったら、うん、守備や使った方がいいじゃないですか、はい、普通に考えてね、はい、だから飛び抜けて打つやつがいないから、うん、守備が上手いその人になるわけで、はい、飛び抜けて打つような人がいたら、うん、守備は多少下手くそでも出れるんですよ、はい、結局はそうですね。でね、うん、もう6回ぐらい来て3打席ぐらい経ったら守備固めに変えればいいじゃないですか、うんうん、だからスターティングラインナップで出るのは結局打つ人なんですよ。その守備だけで出てる人がいれば他に打つ人いないだけです、はい、そのポジション、うん、いやでも本当思うのは野球ってどんなにどんなに抑えても点入んないと勝てないスポーツですよね。そうなんですよ、うん、だからまあ点が取ることがやっぱ一番大事になってくるんですよね、うんうん、それエラーもね、うん、ゴロ全球取れませんじゃ無理だよ、はい、だ最低限の守備力あったら、うん、もう絶対キャッチャー以外でも、うん、全ポジション打てればそれでいいです、はい、いやだからバッティングって大事ですね。バッティング以外大事なもんないですよ結局は、はい、だからどの見ても、うん、結局打つやつ試合出てるじゃないですか、はい、いやそうで打たなくなったらやっぱ変えられちゃいますもんね。そうなんです、そうです、打たなくなるから変えられる、うん、いくら守備良くても、うん、打てなきゃ守備がダメ、はい、もしくは谷間に出るだけ、うん、それで打てなきゃ試合出れない、うん、守備なんてね、まあ、それ上手いに越したことないんですよ、はい、ある程度できたら、うん、まあ、あとは打っちゃいいんですよ。そうですね、まあ、佐藤さんがまあ打つ選手でしたからね。だから打てるようになることが試合出れることだと思って、うん、それに特化して練習ばっかりしてきたんで。え、じゃあ佐藤さん の, その練習メニューとしてはそのじゃあリードとか守備、うん、打撃、うん、どのぐらいの割合だったんですか。でも一番最初は守備です、はい、一軍の最低限の能力ないとダメなんで、はい、一軍の最低限の能力をつけるために守備、はい、それ以降はもうバッティングっす。トレーニングバンガンガンして、じゃあもうその正捕手になるまでとかの、うん、そのもう基礎を固めるまでは守備をやっかんやって、うんうん、もうじゃあ後の方はずっとバッティングってことですか、ね、そうそう、あとで並行して守備もやっていくっていうね、はい、まあ、特化してバッティングに、うん、どっちかっていうとバッティングメインですよ。へえ、腕試合出れるんですから結局は。そうですね、まあ、よくなんかキャッチャーって、まあ、バッティングよりはその守備面とかリードの方にこう集中するってよく聞きますけど、1日24時間もあるんですよ。はい、ずっと体を動かしてないじゃないですか。そうですね、体を動かしてない時に別にテレビとか遊びとかしなくてリードの勉強しとけばいいわけじゃないですか、はい、別に練習する必要ないですね。あ、そうですね。でしかもね、練習中ピッチャーとやること多いって言いますけど、はい、別に24時間ピッチャーの練習に付き合ってるわけじゃないじゃないですか、うんうん、全体練習終わってから一人でいくらでもバッティングできるんですよ、はい、なんでホテル帰ってんのみたいな。別に家帰らなくてもいいじゃんってやっときゃ。そうですね、8時間寝るとしたらね、はい、大げさに言うとよ、はい、8時間寝なきゃいけないとすると、うん、もうお風呂も全部球場で入ったとして、はい、まあ、じゃあ、まあ、10分ね、はい、まあ、じゃあ30分にしよう、うん、8時間寝るとしたら、うん、寝る30分前に家に帰って、はい、でそこからシャワー浴びて寝る支度して、はい、で寝て、うん、起きて30分後家に出てきてずっと練習しとけばいいじゃんね、はい、大げさに言うとよ。そうですね、うんうん、別に勉強って体を動かすだけじゃないから、はい、これ勉強も練習じゃん、うんうん、それしとけばいいじゃん、はい、それを余計寝る以外で余計な時間使ってるんですよ、はい、それはもう言い訳できないよね。そうですね。でもやっぱね、漫画読んだりテレビ見たりっていう時間も大切ですからね。余裕ある人がね、はい、そうまあ確かにその時間でね、使い方によってはたくさんありますよね。そうです、運動するだけが練習じゃないんで、うん、その、はい、俺らだって毎日試合、俺今、はい、総チェックやってるじゃん、はい、なんでこれ、うん、そんなに苦なく簡単にやってるかっていうと、はい、現役時代とやってることが一緒だから。ああ、そうなんですか。見るポイントも知ってるから、はい、もちろんね、再生ずっと見てるわけじゃないの、うん、俺だってそんな時間あるわけじゃないから、はい、端折って見ていくんだけど、はい、現役時代からビデオの見方を知ってるし、うん、チェックの仕方分かってるから、うん、その効率よく調べれるわけ、はい、現役時代からずっとやってるから、うん、ポイントが分かるわけですね。そう、ここだなっていう。で現役時代も、うん、ロッテ戦だけじゃなくて他の試合とかも見たいところ見てたりして引っ張ってきて見てたから、はい、うん、やることを現役時代とやってたこと一緒なの、はい、だからそんなに苦なく今もできる。ああ、なるほど。でゼロから作り上げてきてるわけじゃなくて、うん、今までやってきたことやってるから、はい、頭の勉強は、うん、それやってるから今の総チェックも大変だけど、うん、はい、別にやり方は効率よくできるわけ。へえ、それできるじゃんっていう。
はい、家で。そうですね。そうしたらね、はい、打てますよっていう。でしかもね、うん、バッティング、はい、打てないやつの特徴、うん、まあ、バッティングは特徴4種類ある、はい、待ち方としたら、はい、大きく打ったら1つはストレート待ちで変化球対応、うん、だからまあ全部の球種打てるようにする、はい、これ一番能力高い人、うん、で2番目が球種に山を張る、まっすぐなのかカーブなのかスライダーなのかフォークなのか、うん、球種に山を張る、はい、でもう1つが打つ方向を決める、引っ張るのか反対方向を打つのか、はい、あ、そう、なるほど、うんうん、でもう一つがコースに余る、はい、インコースに余る、アウトコースに余る、それはもうそれで変化球関係なくコースに余るっていう、うん、大体4つがあるの、ね、はい、で俺はこの4つを使い分けてたわけ、はい、でこのストレート待って全部対応するのは正直能力高いんでね、はい、やっぱ全部対応しなきゃいけないから、はい、だからピッチャーによる、うん、ダルビッシュとか松坂が来るときはこんなのできない、うん、でも能力が落ちる選手だとパワーバランスが俺の方が上だとこの待ち方できる、はい、でダルビッシュとかなるとやっぱ球種山張っていかなきゃいけない、でもしくはここ状況に応じて引っ張っていくか、はい、反対方向決めるとか、うん、コースに山張るっていうのを使い分けてやってたんだけど、うん、え、そうやってやんないのっていう、え、どうやってやってるんですか、うん、だから常に1のパターンよ、まっすぐ待って全変化球対応、それ一番難しいから、はい、それ打てるんだったら俺はそれでいいと思う、うん、でも打てないんだったら、はい、それ山外れたら打てないかも分かんないけど、うん、確率上げる、ここ使おうよっていう、はい、あ、佐藤さんそうやって使い分けてたんですね。そう、ピッチャーのレベル、自分のレベルとピッチャーのレベル、はい、自分の調子とピッチャーの調子 に、うん、に合わせて、うん、どれを使い分けるか、うん、あとカウント別によっても変わる、へー、ファーストストライク目とかボール先行とかストライク先行追い込まれたとか、はい、っていうのでもこれが変わる、はい、だからいわば西武のホアシっていうピッチャーいたの、左のね、はい、ソフトバンク行ったけど、うん、あるピッチャーはもう俺はなかなか最初打つの苦労したから、うん、もうインコースに山張る、インコースのみ山張る、もうどんな球種でもインコースに、そう、まっすぐでもスライダーでももうインコースのここだけを見てそれをもう引っ張っていくっていうのだけ、アウトコースごめんなさい、はい、とかにしたりとか、はい、ダルビッシュとかだと、うん、俺の時にランナーいなかったら舐められてるから、はい、ツーボールとかカウント球をスライダーでストライク取ってくるっていう傾向があったの、はい、だからそのスライダー1点張り、でそのスライダー張ってたらカーブはなんとか対応しようっていう、うんうん、待ち方だったりとか、はい、松坂とか斉藤和美とかは、うん、はい、だからもう斉藤和美とかフォークで140何球投げるから、はい、もうフォーク山張るみたいな、はい、フォーク山張ってカウント球打ったりとか、もう、うん、ツーストライク追い込まれてるけどフォーク山張ってもうボールでも振らないようにしようみたいな、うん、ああよかったボールみたいな、その代わりまっすぐ来たら見逃す、うん、とか大輔とかもいやここ一発インコース来るやろうとインコース待ったりとか、うん、打つ方向はマハラとか、はい、もう引っ張っていってもまっすぐ変化球打ちづらいからもう全部反対方向打つとか、うん、だからもうこう押つけて押つけてみたいなしたりとか、はい、もうピッチャーによってカウントによって分けてきたの、はい、やんないのっていう、やってないんですかみんな、いや分かんないけどね、やってるかも分かんないけど、はい、打てない人はそういうのもやったら打てるようになるかもしれないね、うん、ああなるほど、まあ、まだそういうのをちゃんと分かってない方もいるかもしれないっていう、うん、俺だってもうサイドスローのピッチャーなんてスライダーしか待ってないもん、うん、へえ、そうなんですね、特に中継ぎね、うん、ボール先行したら中継ぎのスライダーサイドスローピッチャーって、はい、8割方スライダーでカウント取ってくるから、はい、それ狙って打つ、へえ、それ狙って立山さんとか、うん、あとマイケル中村っていう日本のピッチャーとか、はい、うん、そればっかり待って打ってたのね、うん、はい、もう最後の方スライダー一気も来なくなった来なくなる分かられてるからスライダー投げへんのみたいな、はい、だって俺 WBC 行って準決勝 の、はい、キムっていう中継ぎ出てきてタイムリーツーベース打ったんだけど、はい、サイドスローで、うん、ずーっとスライダーばっかり待ってたの、はい、でも来るんですねやっぱ、で追い込まれてもスライダー待ってたの、はい、もうストライク来たらもう見逃し三振でもいいって、はい、スライダーフィーって来てバシコン打つよね、へーっていうぐらいもうサイドスローはスライダーとか決めてたの、はい、森福とかも、うん、俺スライダー、森福はもう今いないからいいよね、うん、はい、森福はワンボールになったら、うん、クブクリン右バッターには外スラでストライク取ってくると、はい、あーそうなんです、ね、ワンボールになったら、うん、初球ボールになってはいはい外スラでしょってそれやばかって外バーホームラン打ったりとか、へーっていうのとかも考えていけば確率上がるじゃんね、うん、じゃあそういうのを考えられてない選手がまあ結構多いのかなっていう感じで見た感じね、うん、だから打てない人はそういうのをもうやった方がいい、だって打てる選手は無理にそんなことしなくていいから、そうですね、打てない選手はそういうのも巧みにやって打てるようになってくると、うん、もうレギュラーです、はい、まあ、打たないとレギュラーになれないっていうね、そうです、だからプロ野球でね、うん、まあ、野球で野手で一番大事なの、はい、守備でも走塁でもない、うん、打つこと、打てばレギュラー、はい、あと熱い心、それも大事、はい。